可愛いな。そうです。挨拶ね、考えようかと思ったんですけども、閉店時間近いのでこのまま行きましょう。あの、もう少しで花かっぱが消えちゃうじゃないですか。でも今日なんとね、花かっぱの次ぐらいに短い曲、リスナーさんにちょっとね、こんな感じで教えてもらったんですけど、それ今回初見でやっていこうかなと。で、どのぐらいの長さか、花かっぱと違うのが表と裏があるらしいのでやっていきましょう。スマイルスマイルスマイルってもう花かっぱがなくなるから作りましたみたいな感じじゃないですか。少年足部、え、なんでしらけて、なんで曲がしらけさせる。お、キュー、お母さん表から、短そう短そう、よっしゃ。あると思います。ではちょっと油断してましたね。次は裏です。曲短いけど難しい曲ってあんまないよね。それでは裏やっていきます。よっしゃ、残念ですね。ですけどスマイルが消えた代わりに、まあ、このスマイルスマイルスマイルが入ると、あのカッパに戻せよということで、この曲がどんぐらい何番目に短い曲か分かりませんけど、まあ、順位はテロップで書いておきます。こちらです。ありがとうございました。